player press the action button, try to perform different actions based on the target object. Okay, so this is it. Yeah, it seems like it. Let's go! Hey, it's the other. Are you all okay? Sure, what did you expect? We're not gonna give up here. They're like, squad. I think beyond that door. Man, I'm fine. Yeah, the final battle. Everyone ready? Things not terrifying at all. There's no way you can beat me the way you are now. What did you say? You made the wrong choice. You had gone down the right path, but you made a change. What do you mean? Wouldn't you like to know? But there's no point in you telling me. Because your history is about to end right here and right now. So it's a trap. We'll see about that. If we all work together, the Go-Getters Club can do anything. Come on, everyone. Let's do this. Yeah. Straight up. Aw. And so ends the short but thrilling saga of the Go-Getters Club. But why did that happen like this? That answer lies in the past. だから、ノルマが書かれた番組を誰か
見せてもらわなきゃならない。もしね、無理やり奪い取るって手もあるけど、そのバングルを持っている誰かを殺して。変なテレビ番組。Where am I? For the unseen theme park. Collection has been unlocked in the main pause menu. Pause the game, check it out. Pause the game will type in the upper right part of the screen. この腕は一体目覚めたら突然こんなところにいて、ああもう頭がどうにかなっちゃいそうだ。ヘイジョ、家から落ち着け。リーダーはこのワイヤ、ワイの言うことに従っとったらそれでええね。私たちは修学旅行で鎌倉に向かってた。その途中で隕石が落ちてきて、後のことは何も覚えてないわ。あのバス、隕石が落下した時の衝撃波で吹き飛ばされてしまったのかしら。ワールズエンドランド、この海底遊園地のチラシ、去年オープンする予定だったが途中で計画が中止に。以来この遊園地は放棄されたと聞いていたが。何者かはわからないけど、僕らはどっかのイカれた連中にさらわれてきたんだと思う。だとしたらそいつらには歯向かわない方がいい。おとなしく言うことに従うんだ。マジで何なんだよこの状況。一体どこのどいつが俺たちをこんなところに。もしかして霊長、お前が犯人なんじゃねえのか。もうダメだ、終わりだ。僕らきっとどっかの異常者にさらわれてきたんだよ。これから僕らはそいつの餌食になって。ポチ、こんな時までゲームしてるの？うん、こうしてると雑念が消えて、いろんなことを冷静に判断できるようになるんだ。ねえ、みんなの様子いつもとはちょっと違うと思わない？霊的な波動、オーラの色がどよーんと濁っちゃってるし。
大丈夫かな、みんな。レイチョ、大丈夫？バニラたち、これからどうなっちゃうんだろう。とにかく、早くここから出る方法を探さないと。なあみんな、ここでじっとしていても仕方がない。とにかく地上へ。無駄だよ、地上へは出られない。君たちはこの海底遊園地に閉じ込められたんだ。お前はバスの中で見たあの映画の。ピエロだよ、コメート。覚えててくれたみたいで嬉しいよ。そう、僕の名前はピエロピ。突然だけど、これから君たちにはデスゲームをしてもらいます。デスゲーム？命をかけたゲームのこと。ルールは簡単。詳しくはこのルールブックにまとめたから、みんなで読んでもらえる？君たちの手首にはめられた腕は、これをバングルという。バングルにはノルマ、やるべきことが表示されている。ただしこれは自分のノルマではなく他人のノルマ。自分のノルマが表示されたバングルを装着している人物、これをノルマンという。一番最初にノルマを達成した者、一人だけが勝者となる。勝者にはご褒美として魔法の鍵が与えられる。制限時間は1時間。それまでに勝者が現れない場合は全員揃って敗者となる。ノルマゲーム？これもあの映画のやつと同じじゃない？うん、君たちの中には物覚えの悪いバカもいるから、そうして丁寧にルール説明を書いてあげたんだよ。He looks suspect。 なあ、わかりやすいでしょ。魔法の鍵ってのは何なんだ？勝ったやつが鍵穴のついたものなら何でも開けることができる。いわばマスターキーみたいなもんだよ。もちろんそれを使えば地上へと出るための扉も。最初に言った通り、君たちはこの海底遊園地に監禁されてる。その鍵を使わない限り、決して外に出ることはできない。ただし、鍵を使えるのは一度だけ。だから、間違ってトイレの鍵を開けたりしないよう、くれぐれも注意するように。君たちがまず最初にやるべきことは一つ。自分のノルマを知ること。そうしないと、絶対にこのゲームには勝てないからね。つまり、どうにかして自分のノルマが表示されたバングルを見なきゃいけないってわけだ。手段は問わない。どんな方法を使うのも自由だ。こっそりとノルマンのバングルを盗み見てもいいし、そいつに取引を持ちかけてもいい。だけど一番手っ取り早いのはノルマンの息の根を止めちゃうことじゃないかな。さてと、説明はこれぐらいにして、そろそろ始めるとしようか。っていうか、実はもう始まっちゃってたりするんだけど。ほらね、残り時間のうち3分も使っちゃった。というわけで早速
くれる？ああそうだ、我々はデスゲームなんてするよ。君たちは必ずする。だってこのゲームに負けたら。Okay. なんやねんこいつ。敗者に罰を与えるために作られたロボット、ドロドロンバッタくんだよ。そんなね、分かったでしょ。君たちに与えられた道は2つしかない。このゲームに勝利するか、あるいはドロドロンボットくんに処理されるか。But he has a keyhole. I think if we get a key, we can shut him off. Do y'all all gotta do the same thing? やだ、僕はあんな風になんかなりたくない、なりたくない。これは冗談ってわけではなさそうね。ああ、やらなければやられちまう。自分の身を守るには先手を打つしか。レイチョ、ここはピエロピの言うことに素直に従った方が。やむを得んな。みんながそのつもりなら私だって。レイチョ、気持ちはわかるけど、やるしかないみたい。バニラだって、本当はこんなことしたくないけど。ああ、いいね、いいね。ノリノリになってくれたみたいで、実に嬉しいよ。それじゃあ、映画を超えるハイパースプラッターなリアルデスゲーム、張り切っていってみよう。ピエロロロ。ノルマを知ってる人？そんなもの尋ねたところで無駄だろう。馬鹿正直に名乗り出る者がいるとは思えん。それよりモーちゃんのこと、このまま放っといていいのかな。もしもモーちゃんがノルマンのバングルを盗み見てたとしたら。この野郎、みんな頭悪いよな。このゲーム、情報を制する者が有利だってこと。あいな、レジョ、俺には作戦がある。このゲームの勝者は一人だけだが、ピエロピは協力すること自体が禁止とは言ってなかった。俺はお前のことを買ってるんだ。最後の二人になるまで協力して、その後はお前が勝って魔法の鍵を手に入れりゃいい。 Sounds like a trap. 俺のことなら心配するな。あの気持ち悪いロボット、ドロドロンボットになんて捕まったりしねえからさ。いいから早くこっちに来いよ。協力する証にバングルを見せ合おうな。Sweet Christmas. All right, which one of them is vanilla? You're vanilla.
Alright, you know what? Let's trust them for now. Kita. さっき俺はこのゲームは情報を制する者が言うだが、その情報を手にするのはこの俺だけだ。Well, it's kind of on me for trusting him right out the gate. 甘いやつだ。簡単。頭の切れるやつだと思ってたから、初めに潰して。所詮この程度だったか。At the start, alright.Run that back. どうした？信頼の印に。ちっ、頭の気にやはり面倒なことになる前に潰しておくか。もうちゃん、お前ほんまに自分のノルマ知らないよ。知ってるわけないだろ。じゃああんたの番組見せなさいよ。じゃあってなんだよ、全然関係ないじゃないか。ねえみんな聞いて、一つ提案があるんだけど。提案？やっぱりやめない？デスゲームなんて。どうしていきなり。私が科学者の娘だっていうのは知ってるわよね。で、論理的に考えてみて気づいたの。こんな風に争うのは得策じゃないって。私たちが疑心暗鬼になるのは互いのノルマがわからないから。だったらいっそのことみんなでバングルを見せ合いっこすればいいじゃない。バングルを見せ合う？タッツンなら分かってくれるわよね。え、僕？私たち友達でしょ。友達って信じ合うものじゃない？そうだけど。じゃあまずは私たちから見せ合いましょうよ。でも大丈夫、私も同時に見せるから。それならフェアでしょ。うん、決まりね。せーの。え、ニョロのバングルに表示され、制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないってことは。これでまずは一人ね。まったく、ニョロちゃん、あのガリベンメガネタツン君はこのゲームの負けが確定。さっきのタツン君の言葉聞いてなかったの？タツンのノルマは制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないだった。でもそれをニョロに見せちゃったから。まあそういうこと。ニョロちゃんはそれを知ってたからあんな取引を。じゃあタッツンはあのロボットの中に放り込まれて。クックック、もうドロドロのドロドロンかもね。それではめちゃんこ親切な解説は以上ってことで、ピエロロロン。ニョロ、一体どうしちゃったんだよ。は？何か文句でも？いつものニョロならあんなこと。だってしょうがないじゃない、今はいつもじゃないんだから。ニョロ、みんな聞いてくれ。俺のバングルには
霊長のノルマが表示されてたんだ。霊長のノルマはな、誰かの背中にタッチすることだ。兄貴、どうして？みんなの力を借りようと思ってな。それで教えることに。背中にタッチって、いや、その簡単なノルマはすぐに達成して位置抜けされてしまうではないか。ああ、そうなんだ。まだやる。ここは協力して、みんなで霊長。このゲームに勝てるのは一人だけ。霊長に背中をタッチされたら、私たちはみんな敗者になる。そうしたら我々はあのロボットの中に放り込まれて。そんなの嫌よ、絶対に嫌。ああ、それを阻止するには、レイチョ、みんな、行くで。観念しろ、レイチョ。逃がすな。うまくいったぜ。せいぜいやり合って頭数を減らしてくれ。But Vanilla knows. I think, pretty sure my task is simply eat a marshmallow. Right? Hold on. So I have Vanilla's task, which is to eat a marshmallow, and he says that my task is to touch somebody's back, but I don't know if that's really true. Machi nasai, Reijo! Nigete mo muda yo! Nigasa hen de, Reijo! Can I technically touch my own back? Yo, can you run? よっしゃ、追い詰めたで。ここまでやな。観念しやれ、委員長。First will. That's where I am. I think I must go over to the submarine museum, possibly. ドーナツ状になってるみたいで。っていうか、この状況でまだゲームとかしちゃってるの？これをしてると落ち着くんだよ。ところでレイチョ、
一つ頼みがあるんだが、こっちに来てくれない？じゃあお願い。やっぱり思った通りだ。どういうこと？なるほど、霊女のノルマは誰かの背中にタッチする。つまりお兄ちゃんは嘘をついてたと。許せない。血のつながった実の兄とは。実の兄だからこそそんな卑怯な真似をするなんて。でももしかしたら兄貴のせいじゃないのか。兄貴も他のみんなと同じでいつもの兄貴じゃないみたいだった。そういえばみんななんか様子がおかしかったね。もしかしてあのポットの中で何か変なことをされちゃったとか。変なこと？例えば洗脳みたいなこととかさ。洗脳か。だけど何のために？そりゃもちろんこのデスゲームに積極的に参加させるためにだよ。とにかく少なくともここにいる3人だけは理性を保ってるのは間違いなさそうだね。だとすると僕らもやるべきことは一つしかない。3人で協力してこのデスゲームに勝つんだ。え？そのためにはまずお互いにバングルを見せ合う必要があって。ちょっと待って、それって正気で言ってる？うん。洗脳されてるわけじゃなくて？僕はまともだよ。いいからバニラ、そのバングルを見せてよ。うん、分かったよ。って言うわけないでしょ。さっきタッツンは自分のバングルを見せたせいで。はい、これのバングル。さっき落ちてたのを拾ったんだ。どうやら脱落した人のバングルは外れる仕組みになってるみたいで。関西のノルマ、制限時間7分前まで血を流さないね。これで分かったでしょ。バニラがバングルを見せてもタッツンみたいなことにはならないって。だけどまだレイチョのバングルは見せてもらってないし。何よそれ、見せるつもりはないっていうの？そっか。ってことは、え、そんなずるいよバニラ。ずるいも何も、勝手にバングルを見せてきたのはそっちの方じゃん。じゃないんだけど、どうしてもバニラのバングルを見せるわけにはいかないんだよ。だからとにかく二人とも頑張って。バニラ、参ったな。作戦失敗だよ。バニラは洗脳されてる感じじゃなかったからバングル見せてくれると思ったんだけど。まあ後悔してても仕方がない。今やるべきことは一つ、みんなのノルマ達成を阻止するんだ。レイチョ、こっちにいろいろと調べながら進んでみよう。イグジット、やっぱり神奈川の神穴に。この扉
扉は開かないな。この入力装置にパスワードを入れたら開く。私に脱落されたら困るでしょ。だから私に協力した方が身のためよ。それとも今度はニョロがタッツンみたいに。わかった、力を貸すわ。さすがニョロ、賢明ね。あ、レイチョ、どっちもいるわ。男子2人に女子2人じゃ分が悪いわね。レイチョに背中をタッチされたら私たちの負けになるわ。ここは逃げた方が良さそうね。行きましょう。あの二人手を組んだのか。油断なの。異様な雰囲気の扉だ。鍵穴はないけど、数字の入力装置はついてる。パスナンバーか何かを入力すれば。Alright, that's two codes that we gotta figure out. なあ。True. なるほど。僕たちが眠っていた、この跳ね橋、ボタンを押すごとに上げた。
隠してもしゃあないか。観覧車の赤いゴンドラに乗って一周する、それがモーちゃんのノルマや。観覧車の駆動装置を壊そうと。もういい加減話せや。ああもちろんだよ。赤いゴンドラが降りてきたらね。このままやとまずい。モーちゃんがゴンドラに乗ってこい。こうなったら仕方ない。モーチ、レイちゃん、お前の代わりに観覧車の駆動装置を壊してきてくれ。不能になってモーちゃんを。やめてよ、僕は死にたくないんだ。頼む、ここに赤いゴンドラが来る前に。ここでモーちゃんにクリアされるわけにはいかない。壊そう観覧車の駆動装置。I mean, I'm pretty sure this is gonna kill him, but I guess at this point we're like, is what it is.Oh, wait, hold on. All right, hold on, one more time.Yeah, I'm pretty sure that was murder, but I mean, that's cool.ちゃんもいなくなったことやし、休戦はここまでや。ただ
2対1じゃ分が悪い。ここは一時撤退や。なるほど、そういうことか。中古のノルマは制限時間は8分前まで園内の設備を守り抜くだったんだ。だけどさっき観覧車の駆動装置を壊しちゃったから。でもだとするとノロはどうして脱落になっちゃったんだろう。まあ考えてても仕方がないか。さあ行こう、リーちゃん。まさか。それにしても意外だったよ。あのニョロが中古と結託してたなんて。これは中古が落としていったバングルだ。表示されてる文章読んでみてくれ。ニョロのノルマ、中古と滑り台を滑る？中古はこのノルマをニョロに見せてこう脅したんだ。私に脱落されたら困るでしょうってな。中古が脱落したらニョロは中古と一緒に滑り台を滑れなくなっちゃうから。そう、つまり中古の脱落はそのままニョロの脱落も意味してたってわけだ。で、中古はニョロに協力を迫った。もちろん後から裏切るつもりでな。ニョロとしては中古が裏切るつもりなのは分かっていても、その申し出を受けるしかなかった。それから二人は一緒に行動してたんだが、さっき中古が脱落、ニョロのノルマは達成不能に。兄貴にも私みたいに霊感があるんじゃ。そんなんじゃねえし、仮に霊感があっても投資なんてできねえだろ。まあそうだけど、中古に入れ知恵したのは俺なんだ。だから何もかも知ってるんだよ。さすがのニョロも中古が邪魔で早死にしちまったな。そう、兄貴のやつ。んじゃ、そういうわけでそろそろ例のやつ。うん、そうだね、行こう。例のやつってなんだろう。とにかく後を追ってみよう。なあ、but that's open now. Jin, 大丈夫。ああ、どうにかな。私としたことが油断した。突然パイと兄貴が襲ってきて。それじゃあ例のやつっていう。例のやつ？あ、うん、なんでもない。それより本当に平気？ああ、大したことはない。だが、パイにノルマを知られてしまった。パイは今どこ？この先だ。でも、この扉は開かなかったはずじゃ。開くためのパスワードは私が手に入れた。ちょうどロックを解除したところで襲われてしまって。この奥にパイのノルマに関するものがあるはずなの。そうだな、手を組もう。一時休戦だ。パイにノルマを達成させてなるものか。
よし、僕らも追いかけよう。パイのノルマはアスレチックをゴールすることだったんだ。最高、グズグズしてはいられない。I don't take fall damage. Somehow this going backwards makes sense in a game like this.行き止まりだ。悪いけど、もう諦めて。諦める？だってパイ。こうして追い詰められちゃってるわけだし。追い詰められた。それはそっちでしょ？呆れたな。まだわからないのか。騙されたんだよ、私とジェンヌに。まさかパイと兄貴だけじゃなくジェンヌまで。でもどうして。私のバングルにはパイのノルマが表示されてた。パイのノルマ、制限時間9分前まで。ジェンヌ、分かっただろう。パイは私に協力する以外に道はなかったのさ。じゃあさっき僕らに教えたパイのノルマ。すまんな、嘘だ。私は初めからジェンヌと組んでたんだよ。ジェンヌが脱落しちゃったら私もってことに。さっきみたいな演技だったの。まあさっきまでっていう。とにかくそれで兄貴に教えてもらった作戦を私。それじゃ例のやつっていうのはその作戦のことだったのか。うんうん。だけどどうして二人は
兄貴のこと。私のノルマは兄貴のバングルに表示されていたんです。兄貴はそれで私たちに交渉を持ちかけてきた。私のノルマを教える代わりに3人でバングルを見せ合おう。そのジェンヌのノルマっていうの？うん、それはエザボやないか。レイチョ、ポーチ、カンサイ、どうしてここに？どうしてって言われても扉が開いとったさかい、なんとなく。早くどっか行って。はあ、なんやいきなり。関西まで来たらジェンヌのノルマが渡りに船とはこのことだ。まさかお前の方からこちらへやってくるとはな。どういう意味？ジェンヌのノルマは、ノルマはレイチョと関西の帽子を手に入れるなんだよ。そうか、パイは途中で裏切る気だったんだ。ジェンヌがレイチョと関西の帽子を手に入れたらノルマが達成されちゃうから。 やるんか。喧嘩なら負けへんで、と言いたいところやが、すでにその武器持っとんのは卑怯やろ。このゲームに卑怯もへったくれもありゃしない。さあ、その帽子。関西、Yo, three of them's about to get eliminated. You ain't even close to that dream. Alright. Who's got what? Protect the park facilities until 8 minutes before time limit. Yours is to eat a marshmallow. So Vanilla has my task. Alright.But you had Nairo's task, which was her? No. Nairo. Who had to go with Chuckle? Who had Tatsun's task, which is his? Don't slit your wrist until 8. Which had Kansai's task, which was his? Don't bleed until 7 minutes. Who had Mochan's task, which was you? Which had Chuckle's task, which was...You? Alright. We didn't, they didn't show us his, but. Alright.
Yeah, all of those should have dropped at the same time. Hi, rats. だぜ関西が引っかき回してる間に不意打ちしようと思ってたんだが次々と脱落しやがった。まあいい、おかげで俺のあと残すわ。静かになって、やっぱ生き残ったのはお前だったか、レイちゃん。だがな、最後に笑うのはこの俺だ。俺のノルマはもう分かってる。自分以外の全員を脱落させる。だな。なんてことはない。もう達成間近じゃねえか。あとは目障りのお前を始末すりゃ。何よお兄ちゃんたら。バニラは敵のうちに入らないっていうの。ブンブン。レイちゃん、もうお前に勝ち目はねえ。観念しろ。それはハイのバングル。チッ、お前も本当のノルマを知っちまったのか。レイちゃんのノルマは制限時間10分前までに、どうしよう、抱きしめる？クソ、お前の思惑通り、俺は足に自信がある。お前になんか捕まった絶対に、勝つのは俺だ。レイちゃん、どうしようもない。あの兄ちゃんをぎゅーっと強く抱きしめて、本当の自分を思う。ありがとう。それじゃあ、レイちゃん、頼んだからね。Alright, gonna go ahead and end it there for now.But we'll see what happens next time.
feel free to let me know if there's any Apple Arcade games you would like to see in the future. Until then.